大体200年ぐらいになってますけども。はあ、200年、ええ、はあ。さらに古の街道をたどれば宿場町。ああ、これはいいですよね。王子に思いを馳せるひととき、いい景色が見えるところになりますね。旬のさくらんぼも。すごいすごい。これがさくらんぼ。今真っ盛り。こういう感じの。ああ。うん、このくらい色。美味しいですね。やっぱね。日本原風景機構、城下の出湯と宿場町。山形県の南東部、蔵王の峰々が連なる山裾に開けた上野山は、人口3万3千ほど。上野山温泉としてその名を馳せています。ひなびた風情が漂う湯の町。町中を走る幾筋もの坂道が旅情をかきたてます。降り立ったのは上野山温泉駅。旅人はこの方です。山ですね、やっぱりね。こんもりした山に開けてきた。少しそんなに大きくはないけど、あそこに城が、風が気持ちがいいな。なんか少しなんか昔の城下町の繁華街じゃないけど、蔵に玄関をつけたみたいな。これはね、改造をしたんですね。何かね、きっと蔵を通り過ぎるとお城が見えてくるという、城だ、上野山城。よいしょ。比較的新しいですね。石垣だけが古いというね。石垣が残って組み直してまた上に建てた。すごい気持ちいい。市街地を一望する高台に昭和57年に再建された町のシンボル、上野山城です。1535年に築城。その後、出羽の国の名城として広く知られ、上野山藩の居城となりました。いいですね。あの雲とかね、完璧夏だよね。この感じは。雲が高い。休みましょう。よいしょ。ああ。あれもないもんね。電柱もなけりゃ電線もない。あの子供の時に好きだったんですよ、旅は。知らないところに行くのは好きだったんだけど、遠足なんかで酔うんですよ、バス。それと集団行動がちょっと嫌だったっていうことがあって、欠席することが多くてね。それでそういうようなことを今取り戻そうとしてるのか、取り返そうとしてるのか、だから割に無邪気になりますね。子供のようにこうなるんですけど、それがまあ楽しいとか、すごいいい感じなんで、それがまあ旅なんですけど。まずは城の周りを歩いてみることに。城の森のつながりだよね、これは。視界が広がって、山が、ああいいとこだな。恵まれた環境ですね。あれは、あれなんだろう、あれ、わらぶき、かやぶき、屋根はちょっと違う。
あれ普通の民家と違うぞ。あっちにもあ2軒ある。なんだろうね。古い家だよね。間違いないよね。あ築何年って感じだね。きっと。行ってみますか。ね。坂道を少し下ると。おお。おいきなり出た。びっくりした。あ古い古い。これはなんかあれじゃ昔話風だよね。これなんか風情が。あおはようございます。あおはようございます。すいません。あのお城の方の中腹からなんか眺めていたらこのお屋根が見えたんで、古そうだったんで。あいいですか、なんか勝手に入ってきちゃいました。いやいや、すいません。あのここはあの武家屋敷4軒揃ってあるんですよ。あそうですか、すごい古いですね。大体200年ぐらい経ってますけども。あ200年、はあ、なんかすごいいい風情でした。外から見たら町の西と北側一帯にはかつて藩の養殖にあたった家臣が居住。王子の名残をとどめる武家屋敷通りには4軒の武家屋敷が現存しています。立ち寄った森本家はその一軒。鍵型の曲がり屋造りで市の有形文化財です。これ屋根とかってこう直したりするの大変でしょうね。吹き替え毎年、はあ、毎年あのカールガール少しずつやってるんですけど、ああ10年で一回りするぐらい。ああそうですか。中もご覧になれますけども。あそうですか、ありがとうございます。で今は染みておりますんで、あのちょっとカビ臭い匂いしますけども、どうぞお上がりください。いいんですか、ありがとうございます。すいませんです。旦那さんこれも古いですね。霧ですか。ええ、そうです。あら古いですね。これいつの物の時代でしょうかね。これなんか入ってらっしゃる。入ってますよ。入ってるんですか。ええ、なんかあやっぱ入ってます。あなんか入ってるものも古い感じがすごくしますね。これ何畳ですか。ここ8畳です。あ8畳ですよね。こっちの方が玄関、あの茶の間って言ってるところですね。あ二の間。二の間、これ上段の間って言って、こちらはあのお殿様方とか目上の方をお迎えする客間みたいな。客間ですね。あそれでこっち側にね、お座りになられてね、そう上野山の典型的な武家屋敷の間取り。上段の間は庭に面し、障子戸を開けると、あそこにね、ああいうふうに、うわ池もあるし、これなんかの、あの防火用水のために、あの池をみんなそれぞれ持ってるんですよ。あ、そうこういう池っていうか、こういう池です。それとまああの武士は少しあの藩の藩士って言いますか。自分で食べるものを、自分で作るっていうのが裏なんか畑を耕したりですね。それからこの池には鯉を飼って、タンパク源を、鯉で鯉国みたいな。敷地面積およそ500坪という立派な武家屋敷。しかし王子藩の財政は決して豊かとは言えず、身分的には武士でありながら日常的には農作業に携わっていました。藩士藩農、池には鯉、庭には柿や梅など、食用を兼ねていました。風の通りいいですよね。そうですね、ちょっと高いですか ね、やっぱここにこうやっているとね、すーっとね気持ちいいです。すげえ気持ちいい。築200年なんですよね。そうです。4軒あるんですよね。はい、現存してます。それお付き合いっていうのはあるんですか。ええ、あの昔から隣同士っていう形で、お侍さんのつながりからずっと面々と、で、あのお嫁に行ったり、養子にもらったりっていうのもあるんですよね。この4軒の中で、
ケース上あります。あ、そうですか。じゃあ結構密だね。密ですね。なんかちょっとこうご案内していただくとなんか嬉しいような、すいません、なんか押し付けがまして。早速案内してくれました。おう、こっちはなんか近代的ですね。全然道路隔ててこっちがなんかこっちもあの武家屋敷だったんですか。こっちずっとそれがこっちはこういう風になってて、ええ、あでこっちは残ってるみたいな、ああだからこっちは風情の、ここは今もうあの住んでます。ああ、ええ、こ家族5人で住んでます。ああそうですか。あ、お世話になります、すいません。いいですいいです、人にはみんな教えてください。すいません。森本家同様、今から210年ほど前に建造された山田家です。ここもやっぱり池がありまして、ああこういう声を買ってるじゃないですか。ああ同じように ね、あのあこっちか、こっち側が、うん、あの葉っぱの大きいやつですね。ああれ、キリなんですけども、で子供が生まれると、うん、女の子の場合ですと、はい、キリを植える、なぜかというと、キリはお嫁に行くときにキリのタンスを切って作る。僕もそうだと思いました、ね、ちょっとピンポンピンポン、ピンポンだと思いますが男ですと高山木を植えると、ちょっと茶色っぽい この木が高山木です。高山木です。あ、高山木、で男の方の高山木はですね、死んだ時に、あの棺を使う、お棺っていうかあの棺を使う、棺を、それは侍だから、侍でそういう死ぬ局面も多いと、そういざという時のために、それもまたなんか悲しいなんか、ね、あれですね。おばあちゃんこちらで暮らしてるんでしょう。お暮らしになってるんでしょ、こちら。5年で暮らしてます。もうどのぐらい、うち何とか200年とちょっとぐらい。あ、この家自体はうち、何年もないんですけど。将棋盤もありますね。将棋かな、それと五冠ですか。こうやってました。何年前の、ね、文化元年って書いてあったから、200年とちょっとなって、そうですよね。なんかあの200年前からこう4軒あるわけで、ご近所付き合いがずっとあったって、未だに続いてるということですよね。山田さんからうちにお嫁に来た人がいたはずですよね。あれね、あと隣からうちにあの見分けがな、養子に来た人もいるしね、今代目の方も、仲良かったんですね。ねえ、それがひょっとしたら200年続いてきたっていうことですもんね。助け合ってね。200年続いた武家屋敷4棟、200年続いた人間関係というかね、家の歴史をそれぞれ共有できてるというなんか凄さみたいなのがありますよね。この番組は大分麦焼酎二階堂と御覧のスポンサーの提供でお送りします。上の山城を中心に半世時代の面影が色濃く残る山形県上山。武家屋敷通りを後にした北見さんは辺りを散策。どこのお宅にもね、花が飾ってあって植えてあって庭があってですね、三叉路です。こういうのいいよな。こういう三叉路、沖縄なんかもこういうの多いんですよね。これにシーサーが飾ってあったりみたいなね。こっち行きましょう。また坂だ。中野坂。中野坂。これじゃないやね。あ、この微妙な坂が中野坂。こうまた
一丁目。お、読めねえ。読めねえじゃん。つる、つる、つるすね。ちょ、本当かいね。あ、ここも。すいません。おい。あ、こんにちは。こんにちは。今ずっと歩いてたら、あの、つるあれ、つるなんとか。なんて読むんですかね。あれつるはぎって言うんですよね。つるはぎって読むんですか。ね、ああ、すね。それでこれはですね、こんな風な言い伝えがあるんですよ。すねに傷を負ったつるがその沼に足を浸してね、はい、して傷を癒しているのを見つけたんだそうですよ。それが源泉なんですよ。でつるはぎの湯のまあ由来ですね。源泉この近くありますよ。あ、そうなんですか。行ってみますか。すぐ近くですから。あ、そうですか、ありがとうございます。歴史ある湯の町としても知られる神の山、田中徹さんの案内でその源泉へ。あ、書いてある。足湯もたくさんありますね。なんか、書いてある書いてある。鶴の安石ってあるでしょ。ずっとしばらくの間ここから自噴してたんですよ。神の山温泉発祥の地とされている鶴の安美石。今から550年ほど前に旅の僧がすねを癒している一羽の鶴を見て出湯を発見したと伝えられています。その旅人はここの足湯に入るわけです。ああ、お部屋になりますか。でも暑いですよ。違う、暑いですよ。旅人がこれを使うことが多いと。はい。それで地元の方は皆さん。そうですね。どっちかというと共同浴場ですね。で朝から入ってる方なんかいらっしゃる、ね。朝6時ですよ。あら。神山で一番大きなお風呂がありますから。あ、そうです。下大湯っていうんですが。下大湯。はい。下だから、ね。はい。あ、また坂です。坂でしょ、下るでしょ、うん、またね、うん、下大湯に行くわけですから。あ、それもそういう意味もある、はい、あ、向こうはほら、うん、上ですから。それでここが、あ、書いてある書いてある、お話した下大湯公衆浴場です。これがこれはじゃあちょっと行ってみましょう。あ、年季物ですね。年季物ですよ。公衆浴場ですか。はい、ここですか。150円って書いてある。安いですね。これはこの先発料100円っていうのも渋いですね。上にある源泉を引いたその名も下大湯は、江戸時代初期に初代神の山藩主が庶民のための温泉として開いた共同浴場です。朝6時から夜10時まで、体の芯まで温まる厚めのお湯が特徴で、源泉かけ流し。外観こそ変わりましたが、広い湯船は王子の名残。今も昔も神の山の人々に親しまれている憩いの出湯です。お母さん、すいません、お風呂上がったんですか。上がりました。あ、どうですか。毎日入られる。ここ、うん、毎日入ってんですか。私だが、ええ、うん、まあな。ああ、でもね、こういう下の亀の山はよ、風呂があるからすごくいいのね。ねえ、それが一番だね、ここ亀の山は、ね、城下町亀の山で庶民の温泉利用が始まった頃、宇州街道が整備され、参勤交代の重要交通路となりました。神の山は宿場町としても発展、にぎわいを増していきます。城下の東と南側に今も息づく王子の面影。あまたの旅人をも癒した出湯。ポロ出湯情緒と城下町風情が溶け合う山形県上野山は、江戸時代参勤交代の重要な交通路、宇州街道が整備されました。
北見さんは城下の上野山宿から街道を南へとたどってみることに。道路脇の畑では何を作ってるんでしょうか。これは分かりません。え、なんて言うんだ。奈良下宿。家のマークが出てる。上野山宿からおよそ10キロ山の麓に現れたのは宇州街道の宿駅の一つ奈良下宿です。色濃く残る古の面影。この先に控えるのは峠越え。参勤交代の大名の多くが奈良下で休息してから向かいました。おお、なんとなくやっぱ続いてるな。この風情はやっぱ続いてますね。ほどなく行くと明治時代に建造されたアーチ式の石橋。優美な半円形のデザインが現代の旅人を迎えます。いいね、この橋。ああ、いいな、綺麗な川。また古いかやぶきの、古いね。この街並みも素敵だな。奥さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いいとこですね。これもまた古いし、250年ぐらい経ってるんですよ。あ、そうですか、はあ、何だったんですかね、これ昔は。まあ、昔は一般的なあの、うん、宿屋だったそうです。はい。ああ、そうですか。へえ。豪壮な佇まいの大黒屋は1808年建造の旅籠。王子の繁栄ぶりが伺えます。で、参勤交代で、はい、向こうに行って、あの江戸の方に向かったんですけど。江戸ですか。江戸はどっちなんですか。あっち側ですよ、ね、あっち側、はい、だってあれ山じゃないですか。山を越えて、越えて江戸なんですか。はい。ああ、そうです。ここら辺、じゃあこういうお宅とか、はい、あのまだずっとこうあるわけですか。そうですね、古民家が今5つあります。あ、そうですか。どっちの方にあるんですか。ここちょっとご案内します。あ、すいません。ありがとうございます。すいません。この辺にお住まい。道すがら話を聞けば、江戸時代には旅籠が20軒ほど、そして造り酒屋、茶屋などが軒を連ねていたそうです。このあそこが、うん、あの古民家の一番古い庄内屋さんで、 これがお殿様がお泊まりになられた、はい、あそこがとっても素敵で、おお、こっから見た時にこの絵のような感じになるわけですよ。触っていいのかな。庄内屋さん、庄内藩主の定宿として脇本陣を務めた庄内屋は築250年ほど、格式の高い造りになっています。やっぱお殿様の部屋っていうのはなんかいつもいい景色が見えるところにありますね。うん、それとあの曲がらないですよね、こうね、来る時にね、まっすぐこういう。ここの暮らしっていうのはどんなもんでしょうかね。今暮らしてみてですか。とってもいいとこです。やっぱりね、思った通りです。もうなんて言うんだろう、落ち着きとかね、こう建物がこう大きい。時代を超えて旅人を受け入れるおおらかな趣、それが奈良下宿の魅力です。いいですね。あれ、あの方も旅行の、いやいや、あの方はあの地元の方で。地元の方なんですか。で、あの写真が趣味でらして。話しかけても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。なんていうか、山田さんです。山田さん、はい、すいません、撮影の最中にどうもすいません。山田さんですか。あ、そうです。今ね、お母さんにあのご紹介されて、あの北見と申します。あ、まあ、よろしくお願いします。何を
撮ってらっしゃるんですけど、あれそこの新橋庄内屋、あ、そういう写真ばかりを今、この風景が大好きでね、春夏秋冬、じゃあもう撮ってます。ものすごい量があるんでしょうね。そうですね、もう、あ、そうですか、量だけは。生まれも育ちもここ奈良下宿、山田健二さんは15年にわたって四季折々ふるさとの風景の写真を撮り続けています。これ写真撮ってきた中ですげえここはいいというポイントを教えていただけるとなんか嬉しいんですけれども、この堤防沿い行ってみましょう。あ、堤防沿いなんですか、こんな散歩コースがあったらな、まあ、この辺も大好きなポイントなんです。これもまたちょっと変わってますよね。お城でもなく、あの石の積み方がなんか、ですよね、なんかね、まあ、お城なんかだともっときちっとこう、あれだけど、その山田屋の2階から見る風景っていうのも素晴らしいもんですよ。あそこも入ることができるんですか。あ、大丈夫、入れます。こちらはなんか、ですね、その部屋なんですよ。ああ、そういうことでしょ、うん、まあ、2階というか、あの中2階ですよね。そうですね。ああ、中2階。中2階なんですね。これ、いいですか。あ、どうぞ。ああ、どうですか。これはいいですよ。いいでしょ。だって、ああ、いいですよね。本当にかつての旧家山田屋からの眺望です。ここが山田さんのお気に入りのスポット。まるで江戸時代にタイムスリップ。あっちも高い山なんだろうな。まあ向こうはあの南蔵王山、奥羽山脈の続きなんです。蔵王の南蔵王、ちょうどその山の影が宮城県の白石方面です。ここが一古くは旅籠としても利用された山田屋、古の旅人も眺めた奈良下宿の原風景です。山田屋さん、初めてなのになぜか心がほっと和みます。北見さんは再び宇州街道をぶらり。すいません、お父さん、お仕事中どうもすいません。いいとこですね。あ、ひどくないです。北見と申します。あの、何なさってるんですか。これから畑の仕事。畑、はい、畑なんてどこにあるんですか。畑はよ、奈良の場合は全部この川の横にあるのよ。あの川って、あの奈良下宿のあの川の向こうということですか。そうそう、金山川、それから須川って二つ川があるのよ、それを越して。あ、越すんですか、はい、あ、そうですか。それってお邪魔しても平気なものでしょうか。はい、あ、違ったらばどうぞ。すいません、ずうずうしく、いろんなものを見たがるんで、はい、言葉わかんないからどうか上手に大丈夫です。はい、自分の中で間違ったら言ってください。誤解してるようだったら。これから畑仕事へ行くという遠藤才吉さんの車に乗り込んだ北見さん。街道を外れほどなく行くと豊かな田園地帯に到着です。あら、お父さん広いですね。相当に行け、はい、ちょっと 見ますか。はい、見ます。あ、ここで風だばりは、これ春菊とか春菊、シソ、シソでしょ、トウモロコシ、大根、ナス、ナス、ミニ、これナス、これナス、あ、ナス、うちの特別名からまあ、そこで出来ましょう。夏の気配が漂う空の下、広々とした畑には
この時期10種類ほどの野菜が育っています。トマトや里芋、そして白菜など。81歳の斉吉さんがほとんど一人で切り盛りしています。愛情込めてよ、この食物と接するときには食物をしゃべりながら、うん、立派な果実がなるように写生ができるようにってことでね。愛情たっぷり、こだわりもいっぱいで、全然うん、無化学肥料でよ、うん、全部手作りの肥料使ってるもんだから大変そいつが高く評価されてよ、うん、自分で特別な肥料なんですね、はいはい、これが肥料よ。あ、肥料って米ぬかと、うん、それから油かすっていうのは菜種かす、あれで今度は魚かすだよ。あ、イメージ違った。今今日むしろ羽賀さんだけども、プレ入ってよ、これ食べられるのよ、うん、全然いいで。お父さんこれでも食べられる、うん、香ばしい香りして、うん、あ、本当だ、うん、米ぬかや菜種かす、魚かすを混ぜ合わせて作った斉吉さんオリジナルの肥料です。そしてまだこのやっぱり出来だこのは前のよ、ここで大きい自慢してお父さんの顔見てると本当にうまい気がするこれは自信持ってよ、うん、あ、本当、キュウリね、はい、食べてみて、見出して、濃くて、あ、うん、清潔な感じがする、うん、あれが肥料だからだよね、うん、ね、いいんだね、うんうん、美味しい美味しい、あ、そう、うん、ありがとうございます、うん、果樹園も営んでいるそうで、この季節はサクランボ、すごいすごい、これがサクランボ、今真っ盛り、サクランボの女王、山形名物佐藤錦など4種類を栽培しています。お父さん、じゃあ娘の玲子さんです。どうもこんにちは、玲子さん、はい、あ、お世話になります、北見です。これ結構高いですもんね、背の高さが。これだいたい7メーターぐらい、うちの竹ね、1メーターぐらい竹ね、いや昔は雨がいっぱいするとよ、うん、全滅に切る、それはそのテントがなかったか、テントが開発してから、うん、あ、昭和45年から始めたさくらんぼ、現在果樹園は主に娘さん夫婦に任せています。こういう感じの、ああ、うん、このくらい色になるとね、もっと美味しくなるとこうプーッと膨れるんだよね、うん、あ、うん、あ、食べてみてください。美味しいですね、やっぱね、うん、おばあちゃんが直売場をあれしてる、うん、またおばあちゃん、すいません、東京から来ました、いろいろおじいちゃん、斉吉さんの奥さん正恵さんです。これおばあちゃん売られてるんだ、はい、ここに出てるのは全部なくなっちゃうんですか、一日で。んだね、なくなったけど残っとくだろうね、うん、あ、大変ですか、やっぱこれだけ畑広くて大変だと思ったことないな、旦那さんはね、うん、ばあちゃんは、ばあちゃん、あの俺のお付き合いだからどうかな、ね、でやっぱ大変ですか、大変だな、あ、大変だって言ってるじゃないですか自分にも自分のことを理解してな、あ、こうして気遣ってくれるってことは何より心様だな。家族にも作物にも愛情を込めて。クレナズム空、
山形県上山を巡る旅。俳優北見俊之さんは再び城下町に戻ってきました。お目当てはこちら、共同浴場下大湯です。なんか不思議な不思議な感じがあ、書いてあります。これあ、地元の人が集う歴史ある温泉で裸の付き合い、北見さんもご満悦。ここの頃はでもあのほら大きいのとこ、はい、大きいでしょ、はい、天井高いでしょ、すごいですよ、だから湯気のほら、うん、ないよね。お父さん、毎日来られる、まあ、1年間は3だか6年とかね、その100日ぐらいは帰りました。もう何歳ぐらいだったの？83歳。そうですか、じゃあ子供の時からずっと入って、はい、ちゃんとしてね、何千回入ったかわからない。まあでも、このお湯で育ったようなもんですね。朝晩入るから出社前にも入ったりする。すごいですね。まあある意味相当贅沢ですよね。宇宙街道の宿場町としても発展した上野山、行き交う旅人の疲れも癒した入れ湯です。ありがとうございました。うわー、ほわほわほわ、気持ちいい風が。この湯の上かな。下大湯の脇にある石段を上がってみることに。ああ、おお、やっぱりね、あ、やっぱりなんか立派ですね。あ、すいません、いきなりお邪魔します。こんにちは。ご住職です。はい、住職です。そうですよね、北見と申します。あ、どうも。あ、今ねお風呂入ってきたもんですか。あ、そうです。助かりましたよ。わーっとしちゃって、それで、なんかこちらが気になってしょうがなかったもんです。あそこでお風呂入ってくるとよく登ってきて、石の周りに座って休んでる人が多いんですよ。僕もそうしたいぐらいです。そうそう、どうぞ休んでください、はい、あの湯の上観音っていうあれですから、はい、なんか因縁みたいなことがあるんですか、はい、そうですね。 あるんですかね。あの江戸時代にここに下大湯が引かれてから、湯の上観音っていうふうになったんですが、はい、正式な名前はあそこにありますように水岩山慈元院観音寺っていうんです。あ、江戸時代の初期にお殿様が温泉を引いて設けた下大湯、その上に観音様がいらっしゃることから井上観音とも呼ばれるようになりました。正式には水岩山慈元院観音寺、創建から900年以上の歴史を刻む古刹です。ぜひ見ていただきたいのが、おこの屋根のてっぺんのお面なんですよ。お面ですよね。このお面は私探してるだけではまだちょっと見当たらないんですけどね。全国的にお面のあのシーサーそのものはないんですよね。あの門ではなくて寺の門ではなくて面がついてるっていうのが珍しいのかなというふうに思って。確かにね、あんまり見たことないですよね。そうですね、あの頃の棟梁のやっぱり心意気だろうと思うんですが、上野山大火で累焼した観音堂を1845年に再建、民衆が立ち上がりました。梁を支えるように彫り込まれた金剛力士像、細部に手の込んだ意匠が施されています。これは鳴らしてからですかね。どうぞ鳴らしてください。
あ、こういう音だ。どうぞこっちのも鳴らしてみてください、はい、音色が違います。あ、違う、そういう意味だったんですか、ええ、他のお寺と違うという。ああ、やっぱ、ああ、でよいしょ、いろんな思いを込めて、ここまで靴でお上がりください、はい、でこれ開けていい、開けてください。あら、ご自由にお持ちください。わあ、こんなです。ご本尊は聖観世音菩薩、今も昔も湯上観音と呼ばれ親しまれています。このお寺そのものも建ったのが皆さんの力で建ったものですから、やはりそういう意味ではもっともっとこう寺の整備とかこの歴史とかいろいろ勉強して皆さんに還元していかなきゃならないかなって、硬い言い方になって申し訳ございませんが、境内からの眺めも一興。この番組は大分麦焼酎二階堂と御覧のスポンサーの提供でお送りしました。山形県上の山、ゆったりとした時が流れる心和む旅でした。なかなかいろんなことを考えながらこう回ってたんですけど、なんか結構難しいことを考えて旅に出ることが多かったんですけど、今回に関しては、ああ、旅って人なんだな結局っていう感じで終わりましたね。あんま難しくなかったですね実際。あ、こういう人がいるんだ、こういう人がずっとここで暮らしてきたんだっていうことを、それだけを感じるだけで十分なんか、あ、旅なんだなってすごく、なんて言うんだろう、幸せ感がこうあって。次回の日本原風景紀行は